マグヌスは、ビルング家最後のザクセン公。ザクセン公、オルドルフと、ノルウェー王オーラブ2世の娘ブルフヒルトの子。1070年、バイエルン公、オットー・ホンノルトハイムが神聖ローマ皇帝、ハインリヒ四世から皇帝暗殺を計画したとして、バイエルン行為を取り上げられた。マグヌスは、オットーと同盟、ハインリヒ四世と戦ったが敗れて、ハルツ城に投獄された。 1072年に解放されたが、ザクセン貴族たちはハインリヒ4世の措置に起こり、反乱を起こした。1074年で一旦は僕したが、翌1075年のホムブルクの戦いで敗れて、再度投獄、ハインリヒ4世に降伏した。しかし、ハインリヒ4世が、ローマ教皇グレゴリウス7世と女人権闘争で争うと、マグヌスは、 対立をオールドルフと共にハインリヒ4世に反抗した。その後和解したが、ブレーメン大司教、アダルベルトと紛争を引き起こした。1106年に死去。息子がなかったため、ビルング家は断絶した。同年にハインリヒ4世も亡くなり、後を継いだ。ハインリヒ5世は、ザクセン貴族、ロタールフォンズ・プリンブルクを、ザクセン公に任命。ロタールは後に、 ハインリヒゴ世イナキアとの皇帝に即位した。ロタール3世からザクセンを相続した、ハインリヒゴガン公ゴーガン公からザクセンを奪ったアルブレヒトクマ公は、マグヌスの外孫である。1071年、ハンガリー王ベーラ1世の娘ゾフィーと結婚、二人の子を設けた。ブルフヒルト・ワイエルン公ハインリヒ9世と結婚、アイリカ・バレンシュテット・ハク・オットーと結婚。ありがとうございます。